どうも、スギチャンネルの杉です。今回は、前回のおやつタイムの時にご紹介した水曜どうでしょうのくじをまた結果を報告したいと思います。じゃーん、じゃん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 ということで、水曜どうでしょう、北海道のローカル番組なんですけれども、今や全国区という感じになっているもう伝説のテレビ番組なんですけれども、2月19日に、原付日本列島制覇っていう、DVD とブルーレイを発売を記念して、一番くじを、今やってるんですけれども、ローソン HMV とかで、行っている一番くじなんですけども、私杉も、何年前かな、6、7年前ぐらいに、ちょっと知り合いの人に水曜どうでしょうっていうのがあって面白いんだよっていうのを教えてもらって、その当時に、もう東京 MX テレビで、クラシック再放送みたいなのをやっていて、それを見て、面白いなと思ってハマったんですけども、このね、地味に映ってるいつもこのテレビのここに、実はですね、こういうのが置いてあったんですね。こちら、水曜どうでしょうの、ディレクター2名ですね。藤庵こと、藤村さんと、嬉しいこと嬉野さんのこのお二人なんですけども、今現在、YouTube でも、藤庵嬉しいのどうでそう TV みたいな、チャンネルをやっていたりしているんですけれども、紹介したんですけども、今回はですね、ちょっと、なかなか見つけることができなくて、頼んで、ちょっと引いてきてもらいました。で、ご紹介しましょう。結果ですね。まずは、快勝から。こちら、じゃん。次女のバックショットキーホルダー。2個ほど。じゃあ2個。そして、F 賞の、旅の思い出グラス、全4種類ですね。で、こちらはまた、だるまのグラスを持ってきてもらいました。こちらがだるまのグラス、中身はもう1個はもう前に出てるのでこんな感じです。そしてこちらのキーホルダーも、前にご紹介したのはこちら、何を目的に走っているんですかというこちらのキーホルダーですね。というわけで、そして、5回引いてもらったんですけども、残りがじゃん、なんと B 賞が2個ということで、地球の歩き方水曜どうでしょう、原付日本列島制覇完全ガイド72時間原付日本東日本縦断ラリーと原付西日本制覇原付日本列島制覇ということですね。こちら最後に開けたいと思います。というわけでこちら行ってみましょう。 G 賞バックショットキーホルダー。かぶんなければいいかな。ウィリーも欲しいね。ウィリーも欲しいんですけど、かぶんないのが一番いいということで。はい。おー、いいですね。これも結構好きですよ。じゃあ。お尻がランブータン。お尻がランブータン。
いいですね。これがベトナムですね。ベトナム縦断した時の、大泉さんが言ったお尻がランブタンですね。そしてもう一個、出前迅速6日以内。こちら、今回のこちら日本列島ですね、原付日本列島制覇の、原付ですね。こちらの岡持ちがついてるっていうね、いいですね。かぶらずに出てくれました。ということでこちら水曜どうでしょう、地球の歩き方、開けてみたいと思います。地球の歩き方っていう、まああのなんていうんだろう、ガイドブックみたいな感じですね。じゃあ中身が本当にもう行った場所とかですね、行った場所でどうやって行ったのかとか、その名場面とか、どこのお店に寄ったのかとか、そういったものが全部書いてありますね。でどこの地点でこんなことを言ったとか、こんなことをしたとか、もうこんなのまで、いや本当になんかこと細かに書いてありますね。ただこの新しい原付日本列島制覇見たことない人は、見てから見た方がいいのかなと思いますね。いやすげえいいと思います。これ面白いと思います。服装とかいろいろ書いてありますね。ということで、今回はですね、こちら水曜どうでしょうの、一番くじやってきたという広告でした。個人的にはね、前も言ったんですけども54315 T シャツが欲しかったんですけども、残念ながら出ることがありませんでした。また機会があればやりたいと思います。というわけで以上、スギチャンネルのスギでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた。チャンネル登録、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 よろしくお願いします。